皆さんこんにちは、まいです。今日は低カロリーだけど濃厚なティラミスを作っていきたいと思います。ティラミスって間にビスケットとかスポンジ生地を挟んでるかと思うんですが、今回はお麩を使います。そう、あのお吸い物のイメージがあるお麩です。それにコーヒーを染み込ませていきます。ただそこまでカロリーは気にしないよっていう方は普通にビスケットとかスポンジ生地を使ってください。今回使う容器なんですが、こういった直径7センチくらいのガラス容器を2つ分使っていきます。これ1つあたりで230キロカロリーになるので、これならダイエット中の方でもそうじゃない方でも罪悪感なく美味しく食べられますよね。話は変わって、甘味料のことで視聴者の方から質問があったんですが、エリスリトールをラカントに変えてもいいですかということで、私もラカントのことは詳しく知らなかったので調べたところ、エリスリトールよりもラカントの方が甘さが強いということなんですね。なのでもしかするとグラムは少し減らした方がいいかもしれないです。ただ私が作るお菓子は少し甘さが控えめかなというものが多いと思うので、甘党の方はそのままのグラムでいいかと思います。私も早速ラカントを買ってみたので、今後はラカントを使ったお菓子も作っていきたいと思うので楽しみにしていてください。それでは調理を開始していきます。チャンネル登録がまだの方は、美味しいダイエットレシピを見逃さないよう動画の下にあるチャンネル登録ボタンのクリックをお願いします。今日はいつもと違った雰囲気で BGM と声の説明をなしでお送りしたいと思います。ASMR をお楽しみください。
最後までご視聴ありがとうございました。わからないことがあればコメント欄にぜひ書いてください。それではまた次の動画で。